高台文学部日本文学科教授の大谷正則氏が24日までに YouTube チャンネル「リハック」に登場7日の都知事選で約165万票を獲得して2位に入った前広島・北方市長の石丸真嗣氏41の石丸公文を分析した石丸真嗣、なぜ激怒政治家と広島一区小町湯で古市事変を分析 古市賢治の発言全文解析と題した約40分の動画にリハックのプロデューサー、高橋博樹氏と共に登場。石丸公文で学ぶ国語、ビジネスパーソンのための国語講座を展開した。石丸氏は7日の日本テレビ系、YouTube 制配信、東京都知事選挙、石丸新次氏に聞く、今後の政治活動など、小池氏当格に生出演。 コメンテーターの社会学者、古市健樹氏39と政治家の定義をめぐって噛み合わず。石丸氏がなんか堂々めぐりになってる気がするんですけど、同じ質問を繰り返してますよね。もう一回言えってことですかと古市氏に言う一幕があった。以降、ネットを中心に石丸公文というワードが爆発的に注目されるようになった。小谷氏は、 古市氏が政治家の定義について聞き直したのはテレビ的な手法としてその時間からテレビ視聴を始めた人もいるかもしれないという観点で決して間違いじゃないとしたただちょっと言葉が足りなくてですねその点が石丸さんにとっても不愉快に感じられたかと思うんですと推察した小谷氏は古市氏の質問石丸さんが批判する政治家と石丸さんが今 体現している政治家というのはどう違うんですかはすごくいいと評価した。そして定義の次の話題に進んでるのに進めずに一歩戻ってもう一回問い直しをしている。そこで古市さんが定義の話は終わりました。それとあなたがどう違うか聞きたいんですって言えばいいのに改めて定義について質問してるんですけどって言っちゃったのがちょっと悪手というかと分析した。 さらに、普通の大人の会話であれば、もう自然に解釈してくれていいようなところなんですけども、あえて話を先に進めずに、定義にとどまり続けて。しかも質問している立場に、ここですり替わってるんです。ここで相手に乗っからずに、ちょっとうまいなと、悪意もあるのかもしれないですけどと解説した。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。今朝のサッカー。 古市さんが前園さんに色々来てたけどさ、勝ったのはラッキーですかって聞いちゃう人だからね。しかも、一生のうちに何度も立てない五輪の舞台で一生懸命に戦った選手のことを、かつて五輪の舞台にも立った元サッカー選手の解説者に対してした質問がこれですからね。多分、聞く相手が出場した選手にも同じこと聞きそうだし。 このやりとりにはサッカーファンは憤慨したのではないかなやんわり流さなかったせいで石丸さんは敵を増やしてしまったけど一連の件でおかしいのはどう考えても古市さんだと思いますそもそもインタビュアーには向かないテレビ的には面白いのかもしれないけど真剣な人からしたら不愉快でしかないよあのやりとりの時石丸氏はスタジオにはいなくて 中継での参加だったそのため言葉のやり取りにはわずかですが時差が生じる状態だったその状態で揚げ足を取る気満々の古市は質問した後時差の合間にも喋り続ける石丸氏は確認したくてもお互いの言葉がかぶってぐちゃぐちゃこのやり取りで何か言いたいのなら会話のやり取りを制御できなかった視界に向けるべきと思います 4年ほど前の政治討論で、古市氏が小沢一郎氏に対して、再婚はしないんですかという質問をし、不快を示した小沢氏に、謝りますよみたい浅い謝罪をしている動画が、再燃している。古市氏の質問内容が的確でなく不要に煽る。態度が OK で相手を不快にさせる。つまり受け答えの問題ではなく、質問者の態度、質問内容が問題なのでは いかなる質問に対しても寛容であり、人格者であるべきかという分析の前に、的外れな質問者の質を問うべき、確かに分析としてはそうですが、それはあくまで、議論をしようという気持ちのある人に対して、有効な言い方なのであって、あの時の石丸氏が、言い方によってはちゃんと答えてくれたかといえば、そうでなかっただろうと私は思います。 あの時の時石丸氏はとにかく答えない答えたくないが大前提としてあってそのために論理的に破綻してでも循環論法や逆質問に持ち込んでいたとしか思えませんなのでこの教授が提唱する言い方で言ったとしても石丸氏は強引に理屈をこねて何も答えなかっただろうと思います石丸公文と言われるが実際には石丸氏の質問返しにも多様なバリエーションが 存在しているようなので正しいい意味での公文での文ははないとは思うそれはそれとして石丸氏の課題は耳障りの良い公約を掲げるが自分のものになっておらずいずれも具体性に欠ける点だと思う冷静に彼の都議選での公約と発言を振り返ると課題出しに終始しており具体論に関しては名言を避けるかまたは論点をずらすか逆質問で相手を 攻撃しているることがわかる例えば少子化対策の具体策を問われた時に石丸氏は極論として一夫多妻制や遺伝子操作を挙げたが裏を返せば彼は少子化対策に関して現状のオプランであると宣言しているようなものだこのような政治家風の人に私たちは踊らされてはいけないと思う言葉の定義とかやり取りの言葉の公察とかは置いといて 古市氏の最大の誤りは話を聞き出す側なのにも、かかわらず勝手に、ヒートアップして、石丸氏を論破しにかかったこと。かつての開票特番でおなじみだった、池上無双を意識したのか、絶望するどく切り込んだはいいが、石丸氏にそっけなく返されて、ヒートアップしてしまったことで、池上無双とは、真逆の展開になり、石丸氏の冷静さ、意地悪さと、古市氏のいろんな意味での底の浅さが、 際立ってしまったのだと思います。この動画を見ましたが、とても勉強になりました。面白い。記事だけではこの動画の魅力が十分に伝わらないかもしれないので、ぜひとも見てほしいです。同じことを繰り返し聞くことは、今見始めた人のために、テレビではよくあること、というのはなるほどと思ったし、奥さんにこんな言い方したら、殺される、と、 教授がすぐに返してたところとか、面白いところ満載です。自分も言葉の使い方は気をつけたい。全国ネットでインタビューするなら、相手のことをしっかりと事前に知ろうとしてからインタビュー、してくれないと誤解を与えます。特に今回の場合は突然ではなくて、都知事選の候補者だったわけなので、知ろうとすべき時間はあったはずです。知らずにインタビューの場合でも、 気持ちがあればももっと適切なインタビューもできたはずただこの時の番組ではインタビュー以前の会話でもインタビュー後のまとめ方でも最初から石丸真二さんを好意的には伝えないようなムードに持っていきたい感じはものすごくあったのでそういう力があったのかなと思ってしまいました石丸真二さんがメディアに対して言ってくれたことは結果的にかもしれませんが 他の報道が少なかった候補者のことも代弁してくれる気持ちになったのでそこがこんなに話題になったということは石丸真二さんだけではなくこれからの選挙報道にとって良かったことだと思います